はい、今からですね、ホンダ FP チャンネルの本田さんがですね、お招きいただきましたセミナーに、登壇したいと思います。なんと100人以上来るということでね、まあ、資格の生かし方なんかを、久しぶりのオフラインで、やっていきたいというふうに思います。はい、マリノでございます。いやもう本田先生のセミナーの後、すっごいプレッシャーで、伝え方のあのセミナーということでね、あのその次にあの私がプレゼンをするっていうのが、もうどれだけプレッシャーかっていうところなんですけれども、まあ今日はですね、あの本田先生主催ってことで、まあもちろん私のことを知らない方も多くいらっしゃるかなと思いますので、まずあの簡単に自己紹介をさせていただきます。私あの司法書士法人永田町事務所の代表者をやっています。で、あの司法書士以外にもですね、あの数のまあ事業をやっていて、まあむしろ司法書士っていうよりも経営があのメインでやってまして、例えばですね、コンサルティング業務をまあやってまして、まあ、何のコンサルティングかっていうと、ストックオプションの設計であったり、評価、それからまあ事業モチベーションアップのためにストックオプション発行しませんかっていうのを、あの中小企業の社長とかに提案したりですとか、あとはあのファンドや組合作って運用しませんかっていうような提案なんかをしたりしています。で、その他趣味で YouTube 配信をやったりですとか、あと、本田先生以前来てくれましたけれども、六本木であの会員制バーを、経営したりとかしてね、あの本田先生すごいノリが良くて、この前はあの六本木のサパーにまでね付き合っていただきました。で、あのその他にもですね、外部は上場会社の役にあったりとか、東京司法組織会という団体の理事なんかも、まあ、やったりしています。で、まああのこうなんていうんですかね、肩書きだけはたくさんあるんですけれども、まあ、私自身その本当になんていうんですか、初めはそんなもうもの何にもなくてですね、むしろ底辺なところからスタートしていて、まあ、本田先生のようにこう華々しい経歴とはもう全く正反対の人間です。もうすごい勉強ができなくて、学校の勉強レベルでいうと、もう中学1年生の勉強で、まあ、葬儀屋さんとか、さまざまな業界においてビジネスチャンスがあるんですが、その多くは B2C ビジネスになります。今本当にバブル状態と言えます。日本のですね、会社のうち 99.7% が中小企業というふうに言われていて、後継者がいないために廃業してしまう、事業者っていうのはあの多くいらっしゃってですね、黒字にもかかわらずもう廃業しなきゃいけないっていう危機に迫られている会社は60万社あると言われています。で、後継者不足も皆さんやっぱりお金に関することっていうことで、あの富裕層が多いと思います、事業オーナーとかね。なので日頃からこのクライアントの財産相談になる立場で、あろうというふうに知っているかと思いますので、それがじゃあですね、いざたくさんの人と知り合って相談が来たらですね、それに対応できる体制っていうのを取ってくる、要は税理士や司法書士などとすぐに連携できる人脈作りっていうのがあれば、 FP ってなんか仕事に生かすことがもう十分にできますし、それって司法書士も税理士も会計士もみんな同じなんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、ちょっと最後になるんですけれども、ちょっと番外編として私のが考えるですね、ちょっとこれをぜひ皆さんに紹介して終わりたいんですけれども、1日でですねプロフェッショナルになる方法です。すべて無料で今すぐできます。簡単な実績作りということで3つあってですね、まず皆さんが事業を始めたときに何の実績もないと思うんですけれども、それを、すぐに実績作る方法があって、まず一つ目がセミナー開催。で、これはこういった形で開催しなくていいんですよ。自分にできないと思うじゃないですか。そうじゃなくて、もう誰も来なくていい。もう日時とテーマを決めて SNS で告知。誰も来なかったら一人でやって、開催実績1です。これで。はい。いや、本当にそうですよ。あの、それで、いやですね、まあ、仕事のやり方っていうのずっと分かってなくて、作業者で一人でね、不動産決済って登記して、自分のなんか売上だけ確保して、どうやったらなんかこの先10年もまたこんな同じことしてんのかなとか思った時にですね、何かこうコンサルタントみたいな形でとかね、単価がないビジネスしたいなと思った時に、でも始め方がどうやって始めたらいいのか分かんないなって時に、
分かんないなっていうのと、何の実績があるんですかって考えた時に、何か作らなければと思って、まあ、こういう形でねやって、でもこれ本当にね有効な手段なので、なんか皆さんの参考になればというふうに思いまして、ご紹介をさせていただきました。まあ、きっかけですよね。きっかけ、チャンスをつかむっていう意味ではすごく有効です。でそれにプラスして、先ほどね本田先生がプレゼンされたように伝え方の技術があれば、これはですね、もうこの先 AI だなんだのってそんなのには負けないですね。求められる人間になっていくっていうのは確かなことだと思っておりますので、まあ何かですね一つでも参考になればというところでございました。ということで以上でございます。ありがとうございました。